バスはどれぐらいいつも乗られますか？1日4台ぐらいの買い物とか病院とかかなり乗りますよ。ほぼ毎日便利だからちょうどいい。バスと電車と、まあ、タクシーとありますけれども、よく乗られるのっていうのは？バスでしょう。街の中を縦横無尽に走るバス、福岡県民の生活に欠かせない交通手段です。そのバスの運転手不足が全国的に深刻な状況となっています。本数は減ってるんじゃないかなというのはすごく思います。次がバスが来ないんだ、なんか待ち時間がすごく長くなってるなっていうのは感じます。福岡市内多くのバスが走っています。またバス停にはひっきりなしにバスを待つ人の姿が見られます。このまま対策を打たなければさらに10年後深刻になると予想されています。今年の3月16日のダイヤ改正によりまして、まあ、一定量の業務量というのは削減しておりますので、昨年よりかは改善の傾向にはございますけれども、それでも依然として西鉄グループ全体で100名程度不足をしているというような状況です。要員状況を申し上げますと、現在もですね、非常に厳しい状況です。100人足りないと訴えるのはバス事業を手掛ける西鉄グループ。これまで運転手不足に対応するため、最終便の繰り上げや大規模な減便など対策を行ってきました。しかし、西鉄の試算では、このまま運転手不足に手を打たない場合、2035年には35% の運転士が減ることが明らかになったのです。背景にあるのはバス運転士の高齢化です。およそ2000人が在籍する西鉄バスでは、運転士のおよそ6割が50歳以上。運転士の定年退職は60歳で、その後再雇用などで69歳まで働くことができますが、再雇用者数や採用者数よりも定年退職者数が上回る状況で、慢性的な運転士不足に歯止めがかからないのが現状です。なり手の不足というところに関しましては、不規則な勤務形態というところが少し敬遠される傾向にあるというふうにも思っておりますし、全産業的に労働力が不足しているという認識でございますので、そういった各産業においてやはり労働の担い手というところがやはり取り合いになっているというような状況があるのではないかというふうに考えております。さらに運送業の時間外労働を規制する、いわゆる2024年問題が追い打ちとなっています。運転士の残業時間が厳しく規制されるようになったことで、バス業界の人手不足は一層深刻な状況に直面しているのです。はい、由布院行きまもなく発車いたします。他にご予約のお客様いらっしゃいませんか？こうした中、中長期的に働いてくれる人材を確保しようと西鉄が始めたのが、運転士を目指す高卒の新卒採用です。今年4月に入社した松尾翔也さんと大石ゆめさん。今年度は2人を含めて新たに7人が高校を卒業し入社しました。7人は運転士の卵、養成自動車運転士として将来バスの運転士を目指します。バスの運転士に必要な大型二種免許を取得するまではバスターミナルで勤務し、窓口業務や客の案内などの接客経験を積みます。お席が前の方と後ろの方の規模がございます。2015年に始めたこの制度で入社し在籍している社員数はおよそ30人。その半数が西鉄バスの運転士としてデビューしています。また、これまで大型二種免許の取得条件は21歳以上かつ運転経験が3年以上となっていましたが、おととし特別な教習を受けることを条件に運転免許を取ってから1年、最短19歳で取れるように見直されたことも追い風になっています。もともと運転士になりたいと思ったきっかけが本当高校に入ってからだったので、
法改正があるって聞いたのもやはり大きいかなと思います。ペイペイドームとかとても多くのお客様、外国とか来られた方もたくさん乗っていただけるので、桃地浜周辺を運転したいなと思ってます。笑顔で優しくて元気のいい乗務員を目指して、またちっちゃい子に夢を、ちっちゃい子の女性にも夢を与えられるような乗務員を目指して頑張ります。バスはあるけど運転士がいないと言われ、全国的に路線の廃止や減便が相次ぐなど厳しい状況が続くバス業界、深刻な人手不足を解消するため模索を続けています。